こんにちは、シロです。今回はうちのチャンネルでもたびたび気になっていたガーミンの大根のソナー通信システム、サブウェーブというものなんですが、水中でのメッセージ送信や距離の測定などどこまで実用的に使えるのかっていうのを実際に使ってきたのでご紹介します。はい、ガーミンの大根というとですね、こちらのトランスミッターを使って水中でのメッセージのやり取りができるんですけど、で実際にですね、このサブウェーブソナーネットワークがどうやって水中で機能しているのかとかですね、まあ、そういうのを動画とかこうネットで調べてもなかなか出なくてですね、これは実際自分で試してみるしかないなと思ってですね、今回ガーミンさんにお願いして、ダイブコンピューターとトランスミッターを貸していただきました。ありがとうございます。今回モニター機としてお借りしたのがですね、こちらの MK3i っていうスマートウォッチ型のダイブコンピューターと、こちらの X50i という大きいモニターのダイブコンピューター、あとトランスミッター2台ですね。これをですね、僕のファーストステージとユリのファーストステージにつないでいろいろやり取りするっていう形になります。このトランスミッター、こんな感じでファーストステージにつけてあります。こちらのようにホースの位置によっては若干、これ今キャップと干渉してますけど、そのままつけることができました。で、そのままつけられない場合はこういった延長ケーブルでトランスミッターを延長することもできます。まあ、大体のレギュレーターにそのままつけられると思います。で、このトランスミッターを介してメッセージやり取りするダイブコンピューターがですね、この X50i と MK3i とですね、もう一個ちっちゃい MK3si という3機種が対応してます。今回このダイビングコンピューターを使ってですね、インドネシアの海をですね10日間ぐらい、まあ、クルーズでずっと潜ってきたんですけど、結論から言うとですね、むちゃくちゃ便利でした。もうこれなしではダイビングできないぐらいの感じになってしまいますね、本当に。そんなガーミンの大根とトランスミッターの機能をポイントを押さえてご紹介します。まず1つ目、これは僕とユリが一番気になっていた部分なんですけど、水中でのメッセージのやり取りですね。ダイビングコンピューター通してお互いにメッセージでやり取りするという機能になります。まあ、自分がつけているダイビングコンピューターでメッセージを選んで、まあ、送信と押すと、このトランスミッターを介してですね、相手のこのダイビングコンピューターに届くっていう仕組みになってますね。はい、実際にこんな感じで水中でメッセージやり取りできます。でこのメッセージ送信、最大が 30m まで、メッセージ送信することが可能で、まあ、本当に実際に 30m 行けるのかっていうことでですね、こんな感じで、僕のリールがですね、最大 30m ちょいぐらいあるんで、それを片方ユリが持ってもらって、それをリールをずっと伸ばしながら、もうマックスまで伸ばして、その地点から、メッセージを送信してみるっていう検証を行ってみました。これ見てもらえれば分かるんですけど、まあ、ちゃんと距離も 30m となっていてですね、ここからメッセージを送信してます。で送信して、ユリの方に届いたら返信してもらうことになっていてですね、まあ、送信と押してメッセージが返ってくるまでの時間を少し計測してみたんですけど、まあ、実際にメッセージ自体はちゃんと届きます。でメッセージ送って返ってくる時間なんですけど、まあ、おおよそ30秒ぐらい、だから片道15秒ぐらいですね。それぐらいで 30m の相手と、メッセージやり取りすることができます。これ一応マックス 30m ってなってますけど、多分裸もうちょっといけるんじゃないかと思ってますね。40、まあ、50、まあ、抜けてる海、その障害物とか何にもないところだったらもうちょっと届くような気がします。でこのメッセージもですね、定型文いろいろ選べてですね、まあ、こんな感じで OK とか大丈夫ですかとか、あとはこっちに来てくださいとか、そっちに行きますとか、まあ、行きじっとしますとか、そういうのがいろいろ定型文で最初から登録されてるんで、それを選んでポチって押すような形になりますね、はい、で現時点では自分でメッセージを登録することはできないです。すでに入っているものを送るっていう形になります。はい、では2つ目、トランスミッターをつけてるんで、ダイブコンピューターで残圧がわかるっていうことですね。で自分の残圧だけではなく、バディの相手の残圧もわかるっていうのが
すごい便利だなと思いました。やっぱり今までねこうゲージでこう残圧見てたのをやっぱダイブコンピューター、僕だとこのカメラのところにダイブコンピューターつけたんでここですぐに残圧を確認できて、まあ、しかもユリの残圧も確認できるっていうのがめちゃめちゃ便利ですね。で残圧も少なくなってくると、ダイコンにブルブルブルってバイブで教えてくれるんですよね。しかも自分のだけじゃなくて相手の残圧も少なくなってくるとバイブで教えてくれます。だからあらかじめ設定でナンバー以下みたいな設定を、まあ、標準でもされてるんですけどそれをしておくとですね、それを下回ると、下回ってますよみたいなお知らせがダイコンでブルブルブルって震えてお知らせしてくれます。だからまあずっとダイコン見てなくてもあブルブルってなってちょっと見てあユリの残圧少なくなってんだなみたいなことが確認できますね。で実際にゲージの値とトランスミッターの値をこんな感じで、ちゃんと合ってるか確認してみたんですけどほぼほぼ一致してます、まあ、なんだったらトランスミッターの方が1バーずつ厳密に表示されるんでゲージよりも正確かもしれないですね。でその3、これが今回個人的には一番安心材料につながってるというかダイビングの安全性を高める機能だなと思ったのが相手との相対距離と相手の絶対深度が分かるっていう機能ですね。一応スペック上だと10メートルの範囲内で相手のタンク圧と水深と距離を知ることができると書かれているんですけど30メートルぐらいでも全然相手の距離とかあとは深度とか残圧とか分かりましたね。さっきのリール伸ばしたところの映像でもその30メートルちゃんと出てましたしあとユリの残圧もちゃんと表示されてましたし僕が今回のダイビングで確認した限りでは57メーターぐらいマックスで離れてても距離として記載されてましたね。だから10メートルに限らず結構離れててもちゃんと計測するんだなとは思いました。ただですね今こんな感じで距離の計測がどう変わるかっていうのを水中で撮ってる映像があるんですけど本当にリアルタイムではなくて若干のタイムラグがありますね。若干ちょっと遅れて相手の距離が出る、まあ、この音波の通信がちゃんとキャッチできてからその表示されるっていう仕組みになってると思うんで若干のラグがあるっていう形になります。ただ相手のその水深っていうのはこのトランスミッターから送られてくるものだと思うんでかなり正確な深度になっていると思いますね。まあ、相手との距離に関しては今回使ってみて、まあ、多少ざっくりなのかなっていうのはあるんですけど大事なのはそこではなくてですね相手との相対距離が分かるってことはですね自分が相手に対して近づいてってるのか離れてってるのかっていうのが一目で分かるっていうことなんですよね。僕今回それが一番なんか実用的だなと思っていて一回レンベである程度濁ったところでちょっとユリと離れて探しに行く場面があったんですけど自分のダイコン見ながらユリに近づいてってるのか離れてってるのかっていうのが相手が見えない状態でも分かるんでそれがすごいこう安心材料につながるというか、まあ、相手に近寄ってるんだなとか一目で分かるっていうのがすごい便利だなと思いましたね。まあ、相手が泳ぎ回らないとどまってさえいてくれれば相手に近寄ってんのか離れてってんのかしかも相手の深度も分かるしなんかロストした時とかなんかすごいこれは有効的な、機能だなと思いますね。なんで僕は今回エントリーしてすぐこの深度と距離とあと残圧が分かる表示モードにして、ずっとダイビングしてましたね。その1画面でもうほぼほぼ全ての情報が分かるんでこれが一番、見てた画面かもしれないですね。はい。でこのサブウェーブのソナーネットワークなんですけど音波を使ってるんでこういう障害物みたいなところに入っちゃうと通信が途切れたりとかですね、まあ、あとは洞窟内とかあとは遮蔽物があったりすると相手にメッセージが届かなかったりあいつの通信が途切れたりする場面はありますね。ただですねこれガーミンだけじゃなくて他のメーカーもそうだと思うんですけどトランスミッターがついてる側にダイビングコンピューターをつけてまあ、ちょっと通信しやすい音波が届きやすいようにしてくださいとは書かれてるんですけど今回ユリなんかは逆側にダイビングコンピューターつけてたりして潜ってたんですけどなんか普通に使われてたみたいですね。別にこのトランスミッター側にダイビングコンピューターつけてなくても逆側でもなんか普通に使われてたみたいです。僕はですねこのハウジングのフレームのところにダイビングコンピューターつけてたんですけど全然問題なく機能しましたね。だからそこまでこんな腕を近づけなきゃいけないとかそんなような感じではなく普通に通信できるような感じでしたね。
はい、で4つ目、これはサブウェーブの機能ではないんですけど、水中コンパスがすごい見やすいっていうことですね。方角だけ出るものじゃなくて、ちゃんとこの丸いコンパスがちゃんと出るんで、エントリーの時とかも確認しやすいですし、これはすごい見やすいなと思いましたね。しかも電子コンパスなんで、傾けてもね、ちゃんと方角示してくれますし、あの普通のね実物のコンパスよりも全然使いやすいものになってるなと思いますね。はい、その4点がですね、今回もうダイビングの安全を高めるめちゃめちゃ便利な機能だなと思った点なんですけど、まあ、それ以外にですね、純粋にダイビングコンピューターとしてすごい使いやすいっていうのがありますね。まあ、こちらのスマートウォッチ型の MK3i も画面がでかいし、まあ、カラーなんでナイトでも見やすいですし、こっちの X50i に関しては、まあ、陸上ではねこうタップで操作ができますし、まあ、水中でも、ね、画面がでかくてこうボタンもでかいし操作しやすい。で今回あのナイトロックスとか使ったりしてガスの切り替えとかもあったんですけど、説明書見るまでもなくこう直感的に操作ができたりとかですね、こうダイブコンピューターとしてすごい使いやすいんですよね。GPS 撮ってるねポイントの地図とかも出ますし、登録されてればポイントの名前まで表示されたりしますし、あとはスマホのアプリの連携も最初にペアリングさえしておけば勝手に同期されたりするんで、逐一こう転送とかする必要もないですし、純粋にダイビングコンピューターとしてすごい使いやすいなと思いましたね。でバッテリーに関してなんですけど、こちらの MK3i の方はですね、でダイビング中だけの仕様だったんですけど、軽く 3,4 日ぐらい持ちそうなぐらいのバッテリーの減り具合でしたね。でこちらの X50i なんですけど、1日4本で1本あたりが長めのダイビングを4本して、で4本目の終わりぐらいでだいたい 40% 前後残ってました。今日4本潜って 42% 残りぐらいですね。まあ、なんで1日半ぐらい、まあ、1日経ったら絶対充電したいなっていう感じはしますね。まあ、Apple Watch よりは全然バッテリー持ちそうですけど、まあ、それでもこう1日1回充電したいなっていう感じはします。 CCR とかも対応してるんで、しかもこの大きさなんで、まあ、個人的にはもうちょっとバッテリー持たせてほしいなっていうのはありますね。まあ、画面の輝度とか抑えればもうちょっと持つのかもしれないです。でこちらのトランスミッターに関してはリチウムイオン電池ではなくてリチウム電池ですね、使い捨ての電池になります。スペック値で100時間、持つようなんですけど、で今回の10日間ぐらいのクルーズでは1回も電池変えることなく、ずっと使い続けることができました。でこちらはですねタンクバルブ開けて圧力検知すると電源が入るっていう形になります。だからずっと圧力かかってるとずっと電源入ってるのかな。で一応モニターとしてお借りした際に替えの電池もつけてくれてはいたんですけど、それ使うことなく最初に入ってる電池でずっと使い続けることができました。サブウェーブを使えるダイビングコンピューターがですね、こちらの MK3i と X50i とあともう一個ちっちゃい MK3si かなの3種類になります。まあ、どれを選ぶかっていうのは結構好みだと思うんですけど、個人的にはですねこの X50i 今回僕ずっと使ったんで、やっぱこれ圧倒的に見やすいし使いやすいなと思って、僕はこれをちょっとおすすめしますね。まあ、ただバッテリーの持ちが他の2つと比べて良くないのと、あとはでかいしごついし、まあ、若干重たいっていうのもあるんで、まあ、その辺ですよね。でこっちの MK3i の方は、まあ、普通のスマートウォッチ兼ダイビングコンピューターみたいな形なんで、まあ、別にダイビングに関わらず他のアクティビティとか、まあ、普段使いにも使える時計になってますね。こちらは心拍測れたりとかランニングとか、まあ、そういうのも使えるんで、まあ、ダイビング以外のアクティビティされる方とかね、まあ、ずっと普段時計されてる方とかこっちのがいいかもしれないですね。バッテリーの持ちも全然こっちのがいいですね。僕たちみたいにですね毎回バディが決まってる人にとってはですね、めちゃめちゃおすすめできるダイビングコンピューターですね。ダイビングの安全が一気に高まる機材になってるかなと思いますね。あとはですね体験ダイビングみたいにガイドさんが一つつけて、あとはレンタルのレギュレーターにトランスミッターだけつけて手元のダイコンで残圧をチェックするみたいな使い方もあるのかなと思いましたね。同時に8台までトランスミッターつなげることができるみたいなんで、まあ、8人ね同時に残圧見ることができますね。まあ、あと僕がちょっと思ったのは、今回あのガイドのアンディとか二郎さんに1本これをつけといてもらって、なんか見つけたらここにいるよみたいなピーみたいなメッセージを送ってもらえたり、そういう珍しい生物が出た時にこう送ってもらうみたいな運用ができるとですね、めちゃめちゃ便利なんじゃないかなとちょっと思いましたね。はい、はい、というわけで今回はこちらのダイコンとトランスミッターを使って
実際にそのソナー通信システムを水中で使ってみてですね、ダイビングの安全度がかなり上がるっていうことが分かりました。いやー、めちゃめちゃ便利ですね。これマイダイビングにつけていきたいです。はい、ぜひ気になった方は概要欄に商品の URL 貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。Thank you.